はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はタウンホール12、こちらをね、やっていこうと思います。かかじんの、けすけじ曲の、けすけです。ぷんということで、なんでね、タウンホール12をまたやろうかって、言うかと言いますと、自分ね、よくね、YouTube なんで、どんなね、ワードでね、検索されてるのかなって、クラクラね。で、次の、検索ワードね、何がで検索されてるのかなってよく調べるんですよ。そしたらね、はい、こちらの画像。はい、まあ、スノーマンとトゥワイスっていうね、まあ、グループが、クラクラっていう曲名出してるんで、検索数多いんですけれども、なんとなんとね、なんとタウンホール12が一番検索数がね、多くなりました。はい、今まではね、タウンホール10とか9がね、多かったんですけど、びっくりしましたね。久しぶりに調べてみた、タウンホール12がね、一番上にね、検索ね、上がってたんですよ。なので今回はね、タウンホール12のクラウンリーグリアルタイムアタックと、まあ、あとフレチャルでね、タウンホール12のおすすめの陸編成とかで、ね、遊んでって、まあ、タウンホール12のね、が、なんでね、最近増えてきてるかっていうのを話していこうと思います。なので、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、チャレンジの攻略を動画にしていきますので、最新情報を一躍ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、タウンホール12のおすすめ陸編成でね、タウンホール12リアルタイムアタックとかね、フレチャーで遊んでいきながら、タウンホール12が増えている理由を話していきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、クランリーグリアルタイムアタックね、やっていきましょう。まず1本目はですね、もう本当に自分がね、いつもよくやったね、天才スパチャイネクロでやっていきます。で、話しながら喋るんで、あ、違う、話しながら喋るってなんだ。待って、攻めながら話すんで、今みたいな言い間違いとか、変な感じになったりとかね、あとね、攻めが変な風になったんで申し訳ございません。まずはライトニングクエイクで、ライトニング4発をクエイク1発で、インフェロタワーで2本、マルチインフェロタワー折ってったら、あとはスパチャイネクロで出していくだけ。はい、といった感じで、はい、あとはもうウォーデンと、クイーンとかキングの様子見ながら出していくだけなので、ここはね、落ち着いて喋っていこうと思います。昔からね、検索数でね、多いのがね、クラクラっていると、昔はね、タウンホール9、タウンホール10、で、その当時の最高タウンホール帯で、タウンホール11、12ぐらいの順番で多かったんですよ。で、それがね、2、3年前、3年前ぐらいがね、タウンホール10がね、多くなってきて、タウンホール10、タウンホール9で、で、その当時の最高タウンホール帯、いや、待って、援軍、スパドル入ってた。で、タウンホール10、タウンホール9、最高タウンホール帯、で、タウンホール11、みたいな感じだったんですよね。3年ぐらい前からの検索数は。なんで、去年ぐらいからね、タウンホール10、タウンホール11、タウンホール9ぐらいな順番だったんですよね。で、やっぱね、村も育ちやすくなって、結構ね、11のプレイヤーが平均的にね、めちゃくちゃ多いみたいな話をね、聞いたことがあるんですよ。で、それがだんだんね、やっぱり昨年の10月にタウンホール15がやってきて、で、まあ、もちろん14以下のタウンホール帯の、後期日数とか、あと費用とか安くなるし、短くなるじゃないですか。それの影響もあって、タウンホール12が最近になって日本のね、クラクラの検索で増えてきたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なんかね、で、くっちゃべってたね。はい、こんな風に全開取れますんで。ちなみにね、このスパジェニクロ編成ね、ヒーローありきの編成なのでね、ヒーロー工事中の時はね、やらないでください。はい、全開取れましたね。はい。では、ここからね、フレチャレでタウンホール12のおすすめの陸編成で、遊んでいこうと思います。まずはね、スーパーネクロマンサー編成ですね。やっぱりね、やっぱ12でネクロマンサーレベル上げれるんですけど、もう、ネクロマンサーね、レベル上げとくと、なんとスーパーネクロマンサーね、これね、タウンホール14までね、このレベルなんですよ。で、14の世界選手権でも普通にね、結構使われてた、編成なんですよ。スーパーネクロマンサー編成って。なので、そのレベルがもう12で、使えるようになりますからね。14の世界選手権使ってたユニットレベル、ユニットのスーパーネクロマンサーがもう12で使えてしまうっていうので、結構おすすめしてます。で、まあ、さっきのね、話に戻るんですけど、今ね、ほんとクラクラね、育ちやすくなってて、無課金道とかやってんじゃないですか。それのゴールパスアーカーとか、ゴールドパスアーカー買ってるだけで、もう1年ぐらいで12、
慣れましたからね。なのででもそのゴールドパサーカーってもうしっかり毎日遊べてたわけじゃないですよね。で1年ぐらいでタウンホール12だったんで、なのでしっかりと毎日クラクラインして、でゴールドパスとかね買ってね、でしっかりとねがっつり資源狩りとかやりまくったりとかして、村のね防衛施設の、ちょっと待って、防衛施設、しっかりと、大工さんが余らないようにね、大工のスケジュール管理とかね、してれば、全然ね、12とか、本当もう10ヶ月、9ヶ月とかでもう慣れちゃうんじゃないですかね、ゴールドパスとか買ってたら。うん、余裕で慣れると思うんで、だからタウンホール12のね、プレイヤーが増えてるんだろうと。で、最近ゴールドパスなんかね、買ってね、思ったのが、12、やっぱり12って攻撃に時間長くなるんですよ。なのでやっぱ滞在するプレイヤーがね増えるわけですよ。攻撃時の時間が長いってことは。だから最近になって12のね検索数がねすごい増えてきたっていうことに繋がるのかなっていうふうに思います。ちょっとね攻め方やばい、これどうだ、これやばい、スパネックがどんどん焼いてやべえ、キングとアチャクが落ちた。ほらねやっぱ雑談とかこう喋りながらやると攻めどうしても雑になるんですよ。やばい、これ時間限定で全開取れないかもしれない。まあいいや、まあ、前回取れなかったら取れなかったで、そういうね、動画だと思ってください。はい。なので、今ほんと、ゴールドパス買ってね、で、毎日しっかりインして、で、ちゃんとね、大工スケジュールね、管理、大工さん余さないようにしていたら、ほんと、もう、9ヶ月、10ヶ月、12になれてしまうみたいな、環境、なんだと思います。なのでね、12のね、動画とかもね、今後ね、載せていきますね。タウンホール12の方、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。どんな動画が見たいですかね。12の最強編成とかの動画は、まあ、結構もう出してるんで、概要欄に貼っておきます。最強編成とか、どんな動画が見たいのかな、もう散々最強編成とかの動画載せてるし、このスーパーネクロマンサーとか、さっきのスパジャイネクロマンサー編成も散々動画にしてますからね。なので、よろしければね、リクエストの方、よろしくお願いします。まあ、もちろんタウンホール12の形じゃなくてもいいですよ。てか、全然、時間ギリギリだったけど、前回できたわ。さあ、お次はね、クイヒーディガホグで遊んでいきましょう。あ、そう、この間ね、コメントでいただいたのが、ムカキントの動画でコメントいただいたのが、クリスマスからクラクラ始めて、で、ゴールドパス毎月買って、で、なんとね、なんとびっくりしましたよ。4月に、大工6人目解放、大工の拠点ね、ウィザーホール9にして、条件達成して、大工6人目解放して、タウンホール11後半ですっていう方からコメントいただいたんですよ。4ヶ月で、ゴールドパス買ってれば今、もうタウンホール11後半、なれるんだって、思いましたね。美課金だったらもう、そんぐらいいっちゃうんすね。びっくりした。だから、さっき言ったね、ちゃんとしっかり毎日、インして、で、資源狩りもめっちゃやって、で、大工さん余さないようにしてる方であれば、もう4ヶ月ほどで、なんと、早上げしてんのかな？いや、タウンホール11後半って言ってたんで、早上げはしてないと思うんですよ。っていう、方からコメントいただいたんですよ。もう、ほんとクラクラ育ち。安くなる。あ、育ちやすいって言っても、真下のタウンホール10とか11の方が育ちやすくなってるって感じなんですけど、本当に、やばいことになってますよね。そう考えると。びっくりしましたもん。でもね、思うんですけど、タウンホール12に上がってから、もうね、直ヒーリーガホグも雑に今始めていくんですけど、ヒールとか、トーム打つところ、雑にやっていきますよ。ゴールドパサーカー12にして思ったんですけど、あれなんですよね。ババキンダチクイ、もう15レベル上げなきゃいけないですか、完走するまでに。で、ウォーデンに関しては20レベル上げなきゃいけないじゃないですか。それがね、長い。長い。マジでね、もうちょいね、日数短くしてほしいわ。ババキアチェック、レベル15も上げですよ。10、11とかさ、10レベルずつでよかったじゃないですか。12で15段階上げなきゃいけないのと、ウォーデンも、タウンホール11は、レベル1からレベル20に上げるのって、結構ね、最近もう、すぐになりましたね。めっちゃ、すんなり20に上げれるようになったんですけど、12からの、タウンホール12からの、ウォーデン、レベル20からのレベル40、結構しんどいっすね。結構もう、もうヒーロー3人中2人寝て対戦攻めなきゃいけないみたいなことしょっちゅうあると思うんで、それどうにかしてほしいかなって思いましたね。ちょっとしんどいかな。あ、でもまあ、タウンホール13になるとロイヤルチャンピオンもアンロックされるし、13と比べたらマシなのかな。っていう感じで、なんか雑なディガホグになって、ディガホグほぼいなくなっちゃったんですけど、はい、クイヒーディガホグでね、前回できましたね。では、ラストにスーパーボーラー編成でね、遊んでいこうと思います。まあ、ここからもう実況していきますか。
ちょっと、やっぱり攻めながら話すとね、なんか、ちぐはぐになって喋ってることが、なんか、ようわからんので、あ、やっぱ実況プレイなんでね、実況してね、ちゃんと遊んでるところで最後ね、お送りしていこうと思います。いや、12がね、やっぱね、俺個人的にバランス的にね、好きなんですよ、12。やっぱ14とか15って、タウンホール爆破してポイズンがだるいんすよ。なんで、12はね、もう爆発するだけなんで、それがね、なんか嬉しいですね。なんか、ポイズンのことをケアしなくていいっていうのがなんか、すごい楽しいし、なんかバランス的にもなんか、もう13とか14以上になってると、もう施設数が増えすぎて、ごちゃごちゃってしてきて、なんか分かりにくいっていう感じの人、やっぱ結構増えるんですよね。施設数がいっぱい増えちゃったりとか、考えることが増えすぎて、なえるっていう。12ぐらいがね、ちょうどいいと思います。12あたりがなんか増えすぎて、ちょっとごちゃごちゃしすぎて、すぎみたいな風に思ってる人いるかもしれないですけど、個人的に12ぐらいのね、ゲームバランス好きなんですよね。どう思います？なんか、程よい。すごい簡単でもなく、すごい難しいわけでもなく、なんか程よく、なんかいろんなユニットが強いし、いろんな戦術が強くて楽しいなって思うんですよね。さあ、ここからスーパーボーラー入れていきます。ちょっとね、フレームシュート壁開けてて、ジャンプ一発目腐ってましたね。大丈夫なんですか？さあ、ここからスーパーボーラーのバウンド。皆さん、注目してってください。バウンドの奥の施設もだって壊れていくのがめちゃくちゃ気持ちいいですよ、これ。さあ、どんどんね、奥の施設でぶっ壊していきます。さあ、バウンドで、奥のクロスボウも壊す。めちゃくちゃ強い。さあ、スーパーボーラー、これ、ウィズ島とかも壊していきますよ、奥のウィズ島。さあ、下のスーパーボーラーたちね。さあ、気持ちいいっすね、これ。スーパーボーラーね、12でもやっぱ、強いっすよね。もう見ててめちゃくちゃ気持ちいいんで。で、スパネクと違うのがやっぱ、やっぱスーパーボーラーバウンドで奥の施設も壊してくるんで、時間切れになりにくいんですよね、足遅いユニットとかいえ。はい、こんな感じでね、前回撮ってね、楽しいので、ぜひね、楽しんで、そうか、タウンホール12からスーパーボーラー使えるようになるんでしたっけね。そうだ、なので、12巻でスーパーボーラー使えるようになりますんで、興味がある方、よろしければね、やってみてください。めちゃくちゃ楽しいですね、スーパーボーラーとかも。いやー、面白い。やーい、なのでね、タウンホール12の、ね、検索がね、いきなりなんか一番になると思ってもなかったんで、今回ね、タウンホール中におすすめ編成でね、遊んでいきながらね、話していきました。さあ、ラストのもね、前回撮ることができましたら、よいしょ！はい、ということで、今回はね、YouTube の検索でタウンホール12がね、一番ね、上に来ていたので、今回はね、タウンホール12のおすすめ陸編成をね、遊んでいきながらね、なんでタウンホール12がこんな増えているのかっていうね、話をね、していきました。いや、そうですね、今何パーセント全、プレイヤーの何パーセントくらいタウンホール12なんでしょうかね。それもね、めちゃくちゃ気になりますね。よろしければタウンホール12の皆さん、いつぐらいから初めてタウンホール12になったかとかね、よろしければね、コメントでね、教えてくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、コインクアカードが毎日投稿ね、ほぼ毎日投稿ね、しております。たまにね、休んでしまうときあるんですけどもね、ほぼ毎日投稿しておりますので、まあ、チャンネル登録してないよーって方、今、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいにね、公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、あとはね、チャレンジはこれ以降動画にしていきますので、最新情報一着ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。